はい、こんにちは。私ミムスと申します。今回はですね、白猫プロジェクトの、呪いの槍の方をやっていきたいと思います。やっていくのは真ん中ですね。ちょっと話しますよ。まあひなちゃんのソロで行こうと思うんですが、ひなのソロでね、一番面白いかなと思ったのが真ん中だったんで、はい。で、この助っ人に関してなんですけど、呪い系って今までもそうでしたっけ、助っ人連れていかないっていう選択肢が出てないんですよね。選択できないんですよね、それが。なので、まあ、仕方ないんで、もう、戦力に全然ならないであろう、覚醒前の赤髪くんをね、連れていく形で、はい。サブデータとか作ってないんですよね。これから本格的に、なんかソロの挑戦とかしていくんだったら、まあ、作るも考えるかな、考える感じですけど。まあ、今はとりあえず、この赤髪くんをね、まあ、速攻で死ぬと思うんで、まあ、実質、完全にソロだということで、はい。うん、死にましたね。本当に完全に何の一撃も入れずに死んでいきましたね。で、リーダースキルも彼は剣士にしか影響がないんで、本当に干渉率はほぼゼロに等しい。で、今回ヒナで来た理由は、まあ、単純にヒナが好きだからです。結構この子お気に入りのキャラですね、自分。というか、フォースターコンセルトのね、女性陣4人。この子と、オレリア、リンベル、テレーゼか。まあ、みんなお気に入りのキャラなんで、ね。あの4人でなんか、パーティー組んだりするのが結構楽しかったりっていうか、好きだったりする。うわい。お前残るのか。こいつ。カース系より耐久高いっていう、耐久高いっていうか単純に、あいつも、アクアと同じで、マしか通らないんだっけ。アクアがマしか通らないっていうのは知ってるんだけど、多分こいつもだよな。ちょっと連打しすぎたかな。まあまあまあ、なるべくサクサク進めていくために、まあ、ガンガン、おーしまった、間違えた、まあ、スキルは使っていこうかなと。ヒナはかなりね、消費が軽いんでね、リーダースキルで 15% カットして、ほんとこれガード強えな。そうそう、リーダースキルで 15% カットして、アクセサリーでも、消費マイナス 10% つけてるんだよね。ほんとガード強えな。こりゃあほんともう、不遇色だったのか一転して槍だった瞬間に、もう強キャラ、ほぼ確定みたいな感じで、そんくらい強いと思う、これ。ヒナなんて今までも結構 SP はね、使い放題だった感じあるんですけど、さらにそれが濃くなって、本当にシンフォ維持が楽。ドーン。結構雲も削れますね。属性の分かな。デュラハンは相当硬かったんですけど、雲はそんな手こずらないですね。ドーン。ちょっと使いすぎたな、さすがに。うわ、すげえ勢いで回復するな、本当に。まあ、さっさと倒しましょう。ドン。ちょっとタイミング見計らった方が良かったな。アクア潜ってな、こっちに。ドン。ほんとこの、
笛の音がかわいい。ボイスもかわいい。ピヨピヨ言ってんのがほんと。うわ、いいの言ってきやがったな。思わず使っちゃった。200っておかしいでしょ、ほんとに。あーお、なんか赤髪が蘇ってる。あ、もしかして奥のあのアクア倒さなきゃ出してこない感じ。ザコこいつら鏡からねカースドラゴン出してくるのが厄介だったんですよね。ちょっと試しにやった時それがほんと面倒で時間かかってたんですけど、あーもう気づかれたな。こいつを無視し続けるのはうわ、ドラゴン来てんじゃん。出てるし。もう、ブレスとかしてくんの。本当に、勘弁してる。このブレス、ほんと死亡率高い。クロスファイトのシーンナンバーワン、このブレスだと思う。ほんと。あっていう感じで、ほんとあっという間に死にますからね。波の待機のキャラ。まああのブレスじゃなくても甘噛みされただけで死ぬやつが山ほどいるんですけど。よし、一体。なんで逃げるの？ないでしょうか、鏡。ほら。死ね。あ、マジか、掴まれたとか。グーファ。ヒナも限定化しないかな、いつか。てか、うん、あの4人はみんな限定化、まあ、テレーゼはしましたけど、ちょっとテレーゼだけ優遇されてる感があって、個人的にはちょっと複雑な気分なんですけどね。多分同じ流れで、いてててててやべやべやべ。エスメラルダとかも多分結構早い段階で限定化するんじゃないかなと思ったり。さて、もうマンティですね。なんかもうすっかり雑魚扱いされてますけど、自分は結構こいつ嫌です。ヒナだと結構嫌です。早くね。よし、まあまあスローさえかければもう楽勝なんですけど。いや、危ねえ、溶けやがった。危ない危ない。コッペニアだとすごい楽なんですけどね。ヒナだと、よかったね、パパ。スローかけないと、あれなんで、コッペリアだとね、すぐ状態異常できるんですけどね。まあ、そんなに難しくはないですね、やっぱ。今だとフォースター縛りとか全然縛りにならないレベルだと思いますね。このヒナとあとコッペリアも入れれば全然失敗する要素なくなるんで。また某あの実況者はあの星2の猫でソロでやるんですかね。自分さっき星音禁止縛りやりましたけど無理でしたね、さすがに。はい。ただ結構ジャストガードがほんと強いんで、あれをうまく使いこなせる人なら、まあいけるんだろうなっていう感じではありましたけど、自分には無理でした。白猫プロジェクトもどんどん動画上げていきたいですね。せっかく、まあ、あれの話ですけど、
結構課金もしちゃってるんで、まあ、ガチャ動画とかもね、あんまりありゆきはしなかったんですが、アーモンドピーク狙って結構な爆笑かましましてね、うん、結構同じキャラが何回も来たりして、あ、これ動画で上げてたら結構笑いが取れるんじゃないかなっていう感じだったんで、これからはもうね、ガチャ動画は、ガチャ動画くらいは撮ろうかなと思ったりしてます。まあもちろん、主にやっていくのはモンハンやっていくつもりなんですけどね。はい。関係ない話をしてしまった。よし。まあ、そんな感じで、今回は終わりたいと思います。あと1時間で、今ちょうど午前2時くらい、あと1時間で切り替わっちゃいますね。まあ、それはどうでもいいや。とりあえず。はい。ではご視聴ありがとうございました。